それで、ですから厚木に結局疎開いたしまして、うん、まだその頃は店もありましたし、父親ももう建築、普通の家屋の建築はほとんどやれませんで、うん、電業者っていうのが島の小路屋って言いますから、うん、羽田の近くですが、その辺に勤めるようになったということ で、 で私は昭和13年から14年、この時に、13年に私の祖母が亡くなりまして、これ中切しばらく寝てたんですが、で14年に、祖父ですね、3代目九八ってんで嘉永、2年にその八重町の土地に大家さんのしかその方が亡くなって、でその頃のことですから、うんうん、それで、まあ、その頃はですから割合生活も楽だったですよね、うん、そういうあれがありました、うん、ですから祖父の何ですか一周期かななんかの時は9月の23日のあれだった命日だったんですけど、うん、それでそれは目黒の画上演でやった覚えがありますね。目黒の画上演というのはまだ当時は珍しくてできたばっかりでね、なのでなんかとなんですか花嫁用 の、 トイレっていうのかなが6畳間ぐらいの広さがあってね立派でした。今でもそこのところの通りは通ってますけども、だから父親の一周父親じゃないや じいさんですね、3代目九八ですから、全部代々名前呼びですから九八ですかね。それでこれは東中野に日本閣っていうのが土地ございましてね、そこでやって、これは5月5日に亡くなったんで勝負上映ですかね、そんなような覚えでがございます。